はい、今日はですね、トリッカーの、液体の交換を、していきたいと思います。まずですね、現在ついているのが、純正の液体なので、こちらのですね、ヒートガードの方から、まず外していきます。これはのプラスのドライバーで、ネジでついてますので、これを外していきますね。それから、エンジンについている、フランジを止めてある、ナットですね、これを回して外していきます。ちょっとね、フレームがあるんで、スパナー回しにくいんですけども、まあ、ちょっと隙間が少ないんで、手も入れにくいんですけどもね、ナット2つで、止まってるので、まあ、そんなに、外すのは難しくない、ことかと思います。外したらですね、フランジを下に下げておきます。から一応ですね、液体を今回、交換するんで、ガスケットですね、まあ、ガスケットの方も、一緒に変えておきたいと思いますので、サイレンサーをですね、一度外したいと思います。サイレンサー外す前にですね、こちらの、ガードですね、タンデムステップのところにつけるガードをまず外します。そうしますと真ん中にですね、六角で、止まっている、サイレンサーの、押さえがありますので、これを外していきます。はい、外れましたですね。そしたらですね、液体とサイレンサーを、つないだらベルトをですね、外します。ここね、締めるときの注意なんですけど、ここあんまり強く締めない方がいいかなと思います。ここね、締めれば締めるだけ締まっていくんですよ。で、その分ですね、ガスケットが、まあ、どんどん潰れていくんですけど、まあ、あまりね、ここ強く、締めない方がいいかなと思います。はい、これで外れましたですね。そしたらですね、液体が、外れるはずですので、前の方向ですね、に液体を引っ張ります。サイレンサーのところで後ろは押さえながらですね、液体を前に、引っ張っていけば、比較的簡単に抜けるかと思います。よいしょ、はい、はい、取れましたですね。これがトリッカー の純正の、液体ですね。これどうしてもね、鉄でできているので、純正の方はですね、かなりこうサビとかが出ますね。まあ、今回ね、いただき物 の、ステンレスの、デルタの、トルクヘッドパイプ、こちらに交換しますので、まあ、今までね、よくしょっちゅう、まあ、サビを取って、耐熱ブラックを塗ってっていうメンテがですね、定期的に必要だったんですけど、まあ、それなんとか、しなくてよくなるかなと、今期待しています。その次にですね、ガスケット、を交換したいと思いますので、サイレンサーを外します。はい、外れましたですね。で、この内側ですね、液体とこのつながっている、まあ、排気漏れをなくすための、部品なんですけどね、このガスケット、まあ、大体ね、熱でも、ベタベタに固着しているケースが多いですね。これね、なかなか取れないんですよ。よいしょ。まあ、ここはもうペンチを使ってですね、強引に外していきます。
よいしょ、はい、はい、取れました。これガスケットですね。で、あとね、中にこびりついてる、ガスケットの、破片というかかけらがあるので、これもですね、一応きれいに、ペンチか何かでこそぎ取っておきます。まあ、一応サイレンサーを交換したりですね、液パイを外すたびに、まあ、ガスケットはなるべく変えた方がいいのかなと思います。まあ、排気漏れをね、防ぐ部品ですのでね、まあ、基本的には消耗品ですね。はい、だいたい綺麗になりましたね。はい、そうしましたらですね、そこに、これ新品の、ガスケットですね、これを挿入していきます。はい、ガスケットをね、交換、これで終了になりますので、サイレンサーを、取り付けておきます。まあ、もちろんね、ネジの方は仮止めにしておいた方がいいと思います。まあ、ちょっと手回しで、仮止めだけにしておきますね。はい、仮止めが済んだらですね、まあ、いよいよ、交換、します液パイですね、デルタの、トルクヘッドパイプですね、はい、これを、サイレンサーの中に、入れていきまして、反対側の先っちょの方はエンジンですね、こちらの、ところにつけていきます。ちょっとね、ガスケット新品ですのでね、結構グッと押し込まないといけませんので、ちょっと力入れて押し込んでいきます。またね、このエンジンのところにもね、ガスケットがついてるんですよ。で、このガスケットもね、液パイ交換の、度には一応、交換する、ことに なってるというか、交換した方がいいと思いますんで、まあ、一応トリッカーのガスケット予備持ってますのでね、これを交換していきたいと思います。まだ使えそうなんですけどね。まあ、一応液体が変わるんで、ガスケットも変えておきたいと思います。で、ガスケットを交換したらですね、液体を、つなげていって、フランチで、ナットで固定していきます。これトリッカーの場合ね、左側はこの、ソケットレンジが使用できるスペースがあるんですけども、反対側のね、方はですね、ちょっとソケットレンジがどうしてもこの、トルクヘッドパイプをつけちゃうとトルクヘッドパイプと干渉するので、もう仕方ないですね。これはもうスパナで、ちょっとずつちょっとずつ、締めていきます。まあ、大体左右とも均等に、締めていってもらって、あまり強く締めない方がいいかなと思います。ここは、まあ、エンジンからですねボルト出てるので、舐めたくないですね、どうしてもね。エンジンオイルのね、ボルトと一緒でですね、ちょっとここはどうしても舐めたくないので、まあ、ちょっとね、若干トルクかかるぐらいでいいかなと思います。そし
して前の方が止まりましたらね、今度は後ろの方ですね、サイレンサーと液肺の、部分ですね、接合部、ここの、バンドの方を締めていきます。ここはあの先ほども、言いましたけども、あまり強く締めすぎないのが、コツかなと思いますね。これあの締めれば、先ほども言いましたけどね、締めれば締めるほどあのどん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 これあの締まっていきます。底がないんですね。ですのである程度、取れない程度に締めてもらったら、もうそこでやめといた方がいいかなと思います。そうしましたらですね、もう、仮止めの必要がありませんので、サイレンサーの、ボルトを締めていきます。そしてサイレンサーと液肺の継ぎ目の、押さえの金具ですね、はい、ここも六角レンチで締めていきます。はい、いい感じですね。はい、ぐらつきがないかね、あれだけ取ってみて、自作のね、ヒートガードもこれなかなかいい感じですね。500円ぐらいで、材料代で作れましたので、なかなかいいかなと思います。ただね、ちょっとやっぱり予想より、位置がずれてるので、もうちょっとね、若干、上に、位置を移動したいと思いますので、一旦緩めます。はい、ちょっとね、若干、位置を上げますね。で、上がったところでまた、もう一回固定をします。やっぱりね、ズボンの、ズボンとかね、パンツ、が、この液体に触れてですね、溶けるのを避けたいので、やっぱりこうちょっと下すぎるとね、結局液体に触れてしまっては意味ないので、ちょっと若干上げておきます。じゃあここでね、エンジンを、かけてみます。はい、いい感じですね。もうやっぱりすごい、すぐ熱くなりますね。あちち、はい、いい感じですね、ヒートガード。はい、排気漏れも特に、なさい、そうですね、ない感じですね。あ、やっぱりすっきりしますね。純正だとこう下にこうダランと出てからこう上に上がっていくんですけどね、このまっすぐね、出てすぐ、横に回ってるので、これすごいすっきり、した印象になりますね。ドリッカーがヒートガイドも、ぐらつきがないですね。はい、いいんじゃないですかね。はい、足かけてみてもこうやっぱりこう裾にこれがないとね、裾に、液体が当たる可能性がありましたけども、これで大丈夫じゃないかなと思います。まあ、あとはね、金属ですのでね、液体がすごく何百度ってなった時に、膨張してですね、ちょっと緩んだりしないかだけちょっと心配なので、またちょっとねこれで様子を見たいと思います。で、タンデムステップの、ガードですね、スライダー、これを締めていきます。ここもね、そんなに強く締める必要はないかなと思います。はい、以上でね、液肺の交換終わりました。液肺いただきました S さん、本当にありがとうございます。大切に使わせていただきます。